これより黒田剛監督就任記者会見の方を始めさせていただきます。まず最初に原フットボールダイレクターよりご挨拶およびに黒田監督就任の経緯についてご説明をさせていただきます。皆さんこんばんは。本日はお忙しい中、この会見に集まっていただきありがとうございます。私12月1日より新町田ゼルビアのフットボールダイレクターに就任しました原康史といいます。今日よろしくお願いいたします。黒田監督の招聘理由に関しましては、クラブ、チーム、現場、共に一体感を持つこと、そして、クラブ、選手、スタッフの双方のところに、着火できる人物、それで、一体感を持ち、成績に昇華できる人物ということで、黒田監督を招聘することになりました。続きまして、黒田監督よりご挨拶、および抱負等をお話しさせていただきます。皆さん、こんばんは。来季2023年度シーズンより、FC 町田ゼルビアの監督に就任しました、黒田剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。すでに、皆さんご存知のように、高校サッカー、青森山田高校の監督として、ここまで約28年間活動してまいりました。その中で、近年では、約7回全国優勝を経験しまして、その中で、私もいろいろな場面で、将来どういうものをやらないかとか、または高校を変えないかというようなことでいろいろな打診も受けていた中で、今回、FC 町田ゼルビアさんの方から、このような形で、ご縁をいただきまして、覚悟を決めて、引き受けるというような形の運びになりました。もちろん青森の時もそうですけども、地域を盛り上げるということ、それから、勝利ということに、とことんこだわり続けてきた日々でしたので、そのメンタリティですとか、またモチベーションというのは、プロ、またはアマチュアというところの垣ではないというふうに自分でも感じておりますし、この今までやってきたものが、この新しいステージで、挑戦できるということは、私自身としてもすごく光栄なことですので、来年スタートからこの町田市民の方々、それからファンサポーターの方々、または日頃支援いただいているスポンサーの方々、いろんな方々の思い、願い、これは J2 の優勝であったり、または J1 昇格というところにあると思いますので、その気持ちに応えられるように、我々スタッフ、クラブ、みんなで力を合わせて、頑張っていくということでございます。会長、こういうような経緯で今回、決めていただきました。正直、驚きましたし、まだ私はもちろん競技でもありましたし、現役の高校サッカー監督ということもあったので、当初は、ね、なかなかこう、出してできるのだろうかというような迷いもありましたけれども、でもまあ、クラブ、私も高校サッカーで28年監督としてやってきたら、積み上げてきたら、さまざまな組織づくりというところも含めて、これを評価していただいて、そして、新しく、この町田というチームが成長するために、力を貸してくれないかという、そういう私を選択してくれる、クラブの方にも大きな覚悟があったと思いますので、その気持ちをしっかりと理解した上で、これは引き受けようということで、私も決心したところですので、正直驚きもしましたけども、やるからには精一杯、自分の今までのキャリアを全てぶつけるつもりなのでいきたいなというふうに思います。難しいですね。まずはやっぱり、このクラブとして、組織の一員として、またはリーダーとして、お誘いを受けたので、まずは自分のことよりも、このクラブが、J2 優勝ということ、J1 に昇格する
から、支えてくれてる皆さんの全ての願いですから、そこに関して揺るぎない努力とまたはメンタリティを持って取り組んでいきたいということです。まあ、それが、ね、果たされたり、または自分の予想以上の結果が出たときに何かそういった野望が出てきたり、またはそういう評価を受けることはあるかもしれないですけど、今は、自分の何かというよりは、支えてくれる皆さんの笑顔なので、そういう歓喜を味わいたい。そしてこの町田全体が、そういうものに包まれる、そういう瞬間に分かち合いたい。なんかそんな気持ちで、個人というよりは今は町田のために何ができるかということに追求していきたいなというふうに思います。そのメンタルとか、または勝つため、勝利のためにどんなものを準備し、どういう心がしで試合に臨んでいくかというところに関しては、我々もやっぱりそのずっとこう求め続けてきたものですから、そこに関してはそんなに変わらないだろうということを引き続き求め続けていきたいなというふうにも思っています。ただ今度は、高校生ではなく、今度はプロだし大人だということがやっぱり前提にあると思いますので、もちろん言葉のチョイスもそうだし、寄り添い方、距離感というところもそうだし、それからやはりみんな生活をかけて、命をかけて、サッカーをしているということ、またはこの町田というチームを好んで、ここでタイトルを取りたいと思って集まってきている選手たちということ。やっぱりそこはきちんと指導者たちが、リスペクトをしながら、そして、その選手一人一人の思いというものをきちんと感じながら、采配をしていかなければならないものだと思っていますので、始まってみながら、いろいろな形で、なんていうの、差し加減を変えていかなければならないことももちろん出てくると思いますけども、やはりそこのところというのは、みんなそれぞれに、プライドを持っていると思いますので、しっかりそこを尊重しながら、やっていければと思います。高校生と同じように何でも、はい、返事するかというと多分しないと思いますので、それであれっていうところも出てくるかもしれませんけども、ただまあそういったところも少しずつ慣れながら、笑顔も絶えない、そして、厳しい時は歯を食いしばりながらみんなで一致団結して頑張れる、そんな、なんていうんだろう、みんなで楽しい、強い戦いのチームを作っていきたいな。じゃあ最後、ゼルビア工業、力強くじゃあお願いいたします。